AMIX-10RC はフランスで開発された偵察及び対戦車戦闘を目的とした6輪の偵察戦闘車総輪装甲車である。AMIX-10RC は当時フランス軍が装備していたパナール EBR 装甲車と AMIX-13 軽戦車を代替することを目的として1970年から開発が開始され、 1978年から生産、配備が開始された。手法に当時の装甲車としては破格の威力を持たせるため、c n 1 0 5 f に4 8口径 105mm ライフル砲を採用し、偵察のみにとどまらず、対戦車任務までも考慮した設計となっていた。送輪車両としては反動が大きすぎるためマズルブレーキも装備された。 砲弾は38発が搭載されており、うち12発が砲塔内に置かれる。車体全体を構成している素材にアルミ合金を使用し軽量化を図り、フロートなどの追加装備なしで、ウォータージェット推進により水上航行も可能である。早期式のエミッイナ1 0 p 不評戦闘車と基本コンポーネントを共用した設計のため、走行方式には、 スキットスター方式を採用しており、曲がりたい方向の車輪が減速、反対側が増速する、新地旋回により走行操作を行う。このため、ステアリングのためのスペースを要せず、車体をコンパクトに抑えている反面、タイヤの消耗が激しいという欠点がある。高性能な武装と、下記完成装置を備えた反面、この手の車両としては、複雑すぎ、 結果一部の主力戦車以上に高価格となったため、輸出は振るわなかった。フランス陸軍も調達予定台数を削減し、より小型のアーク90装甲車と併用している。フランス陸軍の車両は以下の緊急展開部隊に配備されて、1991年の湾岸戦争の際には、第6系機候旅団所属車両がフランス軍の先法を務めた。現在、 フランス陸軍に装備されている AMX-10RC には電子機器の更新、NATO で広く使用されている 105mm 砲と共通する弾薬が使用可能な手法への換装、装甲防御力の強化のための補助装甲の付与、エンジントランスミッションの換装などが行われている。ありがとうございます。